はい僕らは前回までに生態系の中の炭素とか窒素のような物質の循環っていうのを見てきましたで今回はそういった物質ではなくて生態系内に存在するエネルギーそのエネルギーの移動流れに関してちょっと見ていきたいなというふうに思いますじゃあ見てください。でですかでエネルギー でまあ当たり前のようにちょっと使わせてもらったんだけどそもそもエネルギーって実体のないものだから生態系の中にあるとかっていうふうに言われてもはってみんな思うと思うんだよね。でも実際 生物である僕らの体の中にはエネルギーがあってそのエネルギーは例えばでいうとこの筋肉を動かすように使われたりとかあるいは熱を作るように使われたりみたいなまあ実体はないんだけど確実に存在する、まあ、それがエネルギーなんだよね。じゃあ実際その生態系の中に存在するエネルギーはそもそもどこからやってきたのかっていうと見てもらえば分かる通りこれ太陽ですこの太陽から降り注がれる光エネルギーが生態系内のエネルギーの源になってきます。そうすると その光エネルギーが生態系の中に入ってくるとここにも書いてある通り光エネルギーは有機物の合成に利用されて有機物に蓄積された形で生態系内を移動していくだから光エネルギーがそのまんま生態系の中であっち行ったりこっち行ったりではなくて一旦有機物になって移動していくんだよって話なんだよねじゃあ実際その有機物に入っていったそのエネルギーっていうものが生態系の中でどういうふうに移動しながらまあ。 各生物で使われてくるのかあるいは非生物的環境に戻っていくのか戻らないか、まあ、そういった流れに関してみんなで確認していきたいなというふうに思いますはいじゃあね生態系の中のエネルギーの流れっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思いますじゃあ見てくださいですか太陽から注がれた光エネルギーは 植物というのは生産者の光合成によってまず有機物、まあ、有機物の合成をもってそのエネルギーはその有機物の中に貯められる。そうそうその有機物っていうのは例えば消費者によって食べられることによって消費者に移動し その消費者とか生産者が例えば死んでね意外になっていったりあるいは消費者からの排泄物っていうような形で有機物はさらに分解者に取り込まれることによって生物の中を有機物が循環することによってまあるんだよねただ生物の中での移動はこれでいいんだけどじゃあこれで終わりかなっていうとそうではなくってはいいいですか 生産者も消費者も分解者も呼吸という形で実際熱エネルギーっていう形でそのエネルギーをまた戻している非生物的環境に戻しているってことがあるわけ。じゃあこの熱エネルギーというののののはは出されたたかかるんだけどまた太陽の方に戻っていくのかなっていうと別に太陽の方に戻っていくわけではなくて熱エネルギーが一旦放出されてしまうと宇宙空間に 出ていってっしまうってことこになるからエネルギーは入ってきて移動して呼吸によって熱エネルギーとして出てくると実はもう出っ放しみたいなことがあるんだよね。うんじゃあポイントとしてちょっと見てもらうといいですか 呼吸によって熱エネルギーとして生態系外に放出されるそうそうここがやっぱりポイントだよ物質の時は生態系の中を生物と非生物的環境の中をぐる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 循環したってことがあるけどエネルギーは入って一旦出たら出て行ってしまうってことだから循環しないっていうところがポイントなんですだから物質の循環っていうのと今回のエネルギーの流れ 循環するのかそれともしないのかここをポイントとしてしっかりとらえるようにしてみてくださいはいじゃあね生態系内のエネルギーの流れっていうのを問題を通してちょっと確認していきたいなというふうに思いますじゃあ見てくださいですか。生態系について次の問いに答えなさい一。生態系内のエネルギーはどのような形で移動するか答えなさい で生態系内の中にあるエネルギーっていうのは初めからあったわけじゃなくて太陽からの光エネルギーによってその生態系内にそのエネルギーが注ぎ込まれるんねだけどそれがそのまんまの形ではなくて生産者による光合成による有機物の合成をもってそのエネルギーは生態系の中に入ってくるってことがあったわけだから今回はどのような形でだからエネルギーはそのまんまじゃないからなんだっけ有機物が合成されるんでしょだから答えとしては か。有機物って答えてくれればいいです有機物に入った状態でそれが移動してくるじゃあ2番ねかっこ1の形でまあ、有機物の形で移動したエネルギーは最終的にどのような形で生態系外へ放出されるか答えなさいね。有機物は生産者から消費者 生産者と消費者から分解者みたいな形で生物の中をぐる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 移動していくんだけどその栄養段階の各生物たちっていうのは生きるために何をしていたっけ 呼吸をしているよねそうするとその呼吸をすることによって有機物の中のエネルギーは、まあ、いろんなエネルギーは使われるんだけどその中で熱エネルギーって形で使われてくると熱は常に常に体から放出されているしじゃあそのエネルギーっていうのは地球上でずっとストックされているかっていうとそうではなくってやっぱり最終的には、ね、あの宇宙宇宙の方にこう出ていってしまうんだよね。そううするととと今回ちょっと見てもらうと 最終的にどういうふうな形で生態系がつまり生態系ってことは宇宙でね宇宙に行くかもう言ってしまったけど熱エネルギーっていうふうに答えてくれればいいのかなというふうに思いますだから熱エネルギーいいねね。じゃあ三番ね生態系内の物質で今回のおよびエネルギーは それぞれぞ循環するかかどうかを答えなさいで実際生態系内の物質ってことでは僕ら今まで炭素の循環と窒素の循環っていうのをやってきたんでねそうすると炭素とか窒素のような物質っていうものは基本的には 生物から非生物的環境非生物的環境からまた生物へってことでぐる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 どうだったっけ循環して生態系の中で量が変化することがなかったってことがあったと思うんだよね。だからもちろんこの物質の方に関してはいいそのままだけど 循環するっていう風にちょっと答えてほしいわけだけどもう一個さエネルギーに関してはさっきの2でも言った通り熱エネルギーになってしまうと最終的には宇宙空間に出て行ってしまうってことがあるでしょそうすると循環しているんだったらまたその熱エネルギーが体温に戻るみたいな感じだったら良かったかもしれないけど戻んないわけなんだから結局エネルギーに関しては 循環しないとねでね生態系内のエネルギーが循環しないってことだけをその言葉だけを覚えてる人って実はこういう問題に答えられないんだよね例えば循環しない生態系内のエネルギーっていうのはどうして枯渇することがないのかみたいな、ね。確かに物質は循環してるからずっと総量は一緒だからねまあなくなるってことはないんだけど循環しないでどんどん出ていっちゃうんだよじゃあどうなっちゃうのかなエネルギーはね。 でもエネルギーは太陽があり,あり続ける間はずっと光エネルギーとししてて常に常にに供給されてるでしょだから宇宙空間に熱エネルギーとして放出されたとしても生態系内のエネルギーは一応そんなにこうなんていうのかなあの減少しすぎるってことがなく一定量っていうのを保っておけるんだってことで覚えておいたし。 有機物が、まあ、この辺の用語もそうなんだけどやっぱりねみんなが答えられないのはこの3番なのかなっていうふうに思うのであのテストの、ね、点数を取るためにはこの3番をしっかりね覚えるようにしてみてください。はいじゃあね生態系内のエネルギーの流れっていうのをまとめていきたいなっていうふうに思います。じゃあ見てください 生態系内のエネルギーっていうものは太陽から注がれるエ光エネルギーってものが源になってるんだよね。だけどこのエネルギーっていうのはそのまんま生態系内を移動するわけではなくて生産者植物による光合成によって作られる有機物を持って生産者消費者分解者の中を移動していくってことなの。そうするとその3者っていうのはそれぞれ呼吸をすることによってその有機物を分解することで最終的に熱エネルギーという形で 生態系外へ出していくでこの出していくっていうのは結局地球外、まあ、宇宙にこう放出していくってことがあるから結局このエネルギーっていうのは物質と違くて循環をしなくていいエネルギーが循環しないってことが実はあるんだとただそのエネルギーっていうものは常に常に太陽から光エネルギーとして注がれているわけだから、まあ、出ていくことが、まあ、ずっと出ていくわけだけども ずっと供給されるってことがあるから、生態系内にはある一定量のエネルギーが常に常に存在しているってことがあると。で、最後にちょっともう一回ポイントとして言わしてもらいたいのは。なんて言っても、エネルギーが循環しないってことが一番言いたいことなんだよ。ね。一方で、物質に関しては、生態系内を循環をしている。い、循環をしているのか、エネルギーはしていないのか。ここが最も言いたいところなので。しっかりここのね、最後の黄色のところを覚えるようにしてみてください。